ちょっと待った。あ、よし、いい閉じた、こきた、と？閉じた。暁。ちょっと待ってね。よし。艦隊コレクション。艦コレ。艦コレ。艦どうコレも、で新す。幹線さくらです。今回は、ゲームワークちょっとやっていきま計す。画が鎮守府に着任しました。ちょっとだけ、ほんのこちれょっよとだりけゲームワークし艦ていき隊の指揮をま執りす。ます。まあ、本当に数分ぐらいで終わよくねろかしくな。です。どうかよろしくお願いいたし数ます。分ぐらいで終わる予定です。まあ、のんびりやっていきます。ではね、出撃していきましょうかね。艦これの方やっていきます。まあ、今回は艦これの方やっていきます。で、今回はとりあえずね、出撃していっていきましょうかね。妻の本気を見るのです。まあ、あくまで今回ゲームワークなんでね、ネタばっかかな。嬉しい。おお、すげえ。ラッキー。ラッキー。ってことで、まあ、適当にね、副帝人なんて読むんだっけ？わからん。ってことで、まあ、いろいろ、稲妻と、まあ、空母一体いるんですよね、俺の。空母一体いて、それ以外は駆逐艦なんですよ。で、まあ、そんな感じです、まあ。手法で弾幕張ります。前期爆走。さあ飛び立て。さてやりますか。なのです。砲雷激戦。あ、ちなみに、これが終わったらちょっと終わります。まあ、ちょっとだけのやつなのでね。さて、何が手に入るんやろう。いや、手に入ってくれればいいんだけど。まあ、最初、とりあえず、行け海まし洋た空母ぜ。だって甘くないでしょ。私たち来た！結構やれるんじゃ新しいない。仲間、誰だ誰だ誰だ！おう、初初雪。雪です。初よ雪ろだ。しく。ってことで、艦隊がお戻りみたいです。ってことで、まあ、ちょっと編成して終わります。編成できなかった。まあ、とりあえず、今回の、とりあえずつか、編成、まあ、ね、とりあえずここ変えるんですよね、今度。初雪いるじゃん。意味ねえじゃん。てなわけでね、今回のゲームワーク終わります。まあ、ちょっとしたゲームワークです。まあ、3分ぐらい、3、4分ぐらいでしたかね。まあ、短かったですが、ご視聴ありがとうございました。YouTube の方はチャンネル登録を、ツイキャスの方はサポーター登録よろしくお願いします。では、終わります。